木村拓也、岡田純一と同様、エージェント契約せず、完全独立へ。静香が残留 NG。すでに個人事務所、E 設立済み。10月2日、元 V6 の岡田純一、42、がジャニーズ事務所から退所することが、同社の公式サイトで発表された。サイトでは、この度、弊社所属タレント岡田淳一は、 2023年11月30日をもちまして、ジャニーズ事務所を退所いたしますことをご報告申し上げます。今後につきましては、芸能事務所を設立し、活動してまいります、と説明。そして、今回の決断は、この度の子ジャニー北川性加害問題に起因しておりますので、本来、所属タレントを守らなければならない弊社が、 会社の問題により所属タレントである岡田に苦しい思いと苦渋の決断をさせてしまったことに岡田に対してはもちろんのことファンの皆様やお取引先様をはじめとするステークホルダーの皆様に対しても大きな社会的責任を感じておりますとした同日14時からジャニーズ事務所は都内で今後の会社運営に関する会見を実施 東山のりゆき社長、57、ジャニーズアイランドの井ノ原義彦社長、47、9月30日付で CCO、チーフコンプライアンスオフィサーに就任した山田正幸弁護士、顧問である木目田博弁護士が出席。東山は創業者のジャニー北川氏、去年87期による加害問題を受け、ジャニーズ事務所を事実上解体し、 新たにエージェント会社を設立。そこに所属タレントが個人やグループで作る事務所と業務契約を結ぶ体制を整えることを発表した。新会社名、エージェント契約を結ぶタレントはファンクラブを通じて発表される。ジャニーズ事務所はスマイルアップ、スマイルアップと社名を変更し、藤島ジュリー稽古氏57、 をを中心に被害者へのの業務のみを行っていく新会社では東山が社長を、井ノ原が副社長を務める。約2時間に及ぶ会見では、記者から様々な質問が飛んだが、同日に一部で対処が報じられた岡田に関する質問もあった。